ドジャースのムーキー・ベッツ外野手、31、が25日、日本時間26日、自身がメイン MC を務めるネット番組、オンベースに出演し、チームメイトの大谷翔平投手、29、の投手復帰を、心から楽しみにしているよ、と語った。同番組ではメイン MC のベッツが選手を招いて対談形式で行われ、今回は同僚のタイラー・グラスノー投手、30、がゲスト出演。レイズから移籍した際の話題になると、大谷のビデオメッセージについてベッツから問われたグラスノーは、結構前のことだから忘れかけているけど、本質的には、ドジャースと契約してほしい。あなたのために、そしてチームのためにたくさん本塁打を打ちたい、みたいなことを言っていた。そして言った通りのプレーをしている。最高の仕事をしているよ、と称賛。さらに、移籍を決めた際に、自分にとって最も重要なことはチームが勝つことだった。彼がチームにいること、そして契約を後払いにしたり、ビデオを作って選手を獲得しようとしたりしていて、勝ちたいならこのチームだと思った。悩むこともなかったね、と振り返った。するとベッツはいきなり、心から楽しみにしていることがあるんだ、と切り出し、彼の登板だよ、と大谷の投手復帰を待ち望んでいることを明かした。これにはグラスノーも、待ちきれないね、と同意し、ベッツは、投手復帰の最初の日は、国民の休日になると思うね、とにやり。グラスノーも、すでにらに、大谷翔平デーがあるけど、2つに増えるかも、と笑った。大谷は昨オフにドジャースと10年総額7億ドル、約1050億円、で契約。昨年9月に受けた右肘手術の影響で今季は打者に専念し、投手復帰は来季以降となる。今季はここまで51試合で打率3割4分、13本塁打、35打点、OPS1、034と DH ながら MVP 級の活躍を見せている。